試合の感想をお願いします。 I'm surprised because I know that、I knew that they have a strong kick but、I didn't think it's so strong、yeah. and、after the first kick I don't feel my leg and he、beat me with punch、I'm upset. I prefer to make a big match, but it's not my day. Someday you win, someday you learn something. もともと強い選手であるということは分かっておりたいですけど、まさかここまで強いとはというのが正直の印象になります。で最初足を払われて、その後、まあ、いくつか打ち込まれてしまったということなんですけれども、本当に非常に強い選手でした。本来であればですね、もう少しいい試合作りをしていきたいなと思ったんですが、私自身も今回非常にがっかりをしています。まあ、でもこういった試合っていうのは勝つ日もあれば負ける日もあるということですので、強かったということですか。今まで体験したことないスピードだったりパンチだったりっていうことですか。 So quick. I didn't try nothing in my fighting history. So quick. I don't see him start from the ground and beat me. I didn't see him.本当にあまりの速さに自分が全く出せない、もうどうしていいのかわからない、何が起こっているか見えなかったという状況でしたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にまあ、ライジンという舞台はどういう舞台ですか。 Yes, it's a big show, very very big show, the greatest in the world, thank you.非常に大きな賞で、このような賞は他で、もうないような本当に大きな賞だと思います。他に質問ある方いらっしゃいますか。